こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回ね、お金の勉強パート6ということだったんですけども、前回のお金に関わるためにはちょっと集客がね、上手にならなきゃいけないよってことでお話したつもりだったんですが、ちょっとだけそこを振り返ってみましょう。やっぱりね、ビジネスの指導者になるってことは、多くの方が何に困っているかってことに目を向けなくてはなりません。その突破口、一番最初っていうのが集客できなくて困ってるんですよ。ですんで、オンラインサロンにしても一定のコミュニティにしても、ビジネスの勉強ですよとかね、お金の勉強ですよっていうふうに目を打ってる限り、集客は任しといてくださいっていう立場になければ、結局生徒さん、お金を稼ごうとしている人が行き詰まってしまうんですよね。しかもすごい早い段階に。ですんで、少なくともね、お金のプロをやっぱりね、自負しなければならないところと、集客は任しておいてくださいっていうことはね、断るごとに打ち出していかないと、やっぱりこうついてくる方がね、やっぱ不安になっちゃったりしますよね。あとやっぱこう、あまりこの件に関してはですね、謙遜が行き過ぎると、単なるね、臆病風と言いますかね、やっぱりこう集客ができなくってお金が稼げないというところで困っていらっしゃる方に、集客そんなに得意じゃないですよっていうのは、あまり不安を与えてしまうんじゃないかなと思いますね。ここはね、やっぱこう、花屋亮さんなり その謙遜なんでしょうけども、確かにその気持ち大事なんですけどね、ただあんまり言葉にしない方がいいかなと思いましたね。やっぱりね、私の場合はね、もっともっと集客にお手伝いができますよってことで、はったりなく申し上げているのは、なぜなら私も YouTube で集客が行き詰まるっていうかね、足踏みしてることが結構あるんですよね。ある時は急騰するんですけども、ある時はまた横ばいになってきて、現在もね、私横ばい状態に入ってるんですよ。それはなんでかっていうと、 YouTube で新しい企画をしてないんですよね。でも新しい企画をすると、例えばね、特別定額給付金みたいなシリーズをすると、やっぱりね、2000人ぐらい増えるわけなんですよ。で、現在は特に集客をするような新しい企画を出してないのは、これ実はね、 YouTube のリピーターさんの方に今フォーカスをしてるからなんですよね。で、私の場合はこの YouTube で、こう言ったらあれですけども、稼ぐフェーズが終わっちゃったんで、稼がせるフェーズなんで、チャンネル登録ね、 YouTube で言うと1万人とか、 YouTube の再生数数百数千っていうところまでのコンサルは繰り返していこうかと思うんですけども、多分チャンネル登録10万人を目指していらっしゃる方は私の動画見てないと思うんでね、とりあえず1万の単位に行きたい方ばかりだと思いますし、で、チャンネル登録1万になってくると、そして動画のアップロード本数が1万本になってくると、これね、現金で1億円になるっていう、そういう風なね、ルートは見せていけるんで、とりあえず何が何でも1000万とか1億目指している方には参考になるかなと。で、私の持ち分ってのはそこにあるかなと思ってるんですよ。例えばね、年収が1億とか5000万とか、そういう桁外れなところは、私もね、自分自身そこまで目指してないですし、目指させてもいないと。とりあえず月収100万とか200万みたいなレベルでよかったら、私のチャンネルを見れば十分ですよっていうところになってますんで、それがね、今回の私のこのお金の勉強になってくることかなと思います。数字ってのはすべからくお金と結びついてますから、じゃあ YouTube を軸にお金を稼ぐ活動しようと思ったら、どういう指標が見えるのかなというところで、集客っていう名前になりましたけどね、集客って言い方になりましたけども、私の数字を分解していくと、どのくらいになりますよってことはね、お伝えできるかなと思うんですよ。さあ、ここまではちょっとまとめますよ。集客っていうのが自分の収入に大いに関係するとしたらですね、集客力をやっぱりつけてあげないと稼げないってことは一つ見えてくると思います。で、集客が苦手な人とかね、集客ができない人はお金を稼がしてあげることが非常に難しくなってきますんでね、そこは情報発信者として、集客任せてくださいっていう風なね、導き方はいるのかなと思うんですよね。ここはね、謙遜せずに強く押していかないと、それはね、集客の方法教えてもらえないんですかみたいになっちゃいますから、集客は大丈夫ですよと、任しておいてくださいと。チャンネル登録1000、2000ぐらいだったら、ドーンと来てくださいみたいになればいいかなと思います。 YouTube をやる人の中でチャンネル登録1000人を超えたくないっていう人はまずいないと思いますからね、ここは導いてあげないといけないかなと思いますね。
まあ、私はチャンネル登録1000人ぐらい、私の言う通りにやったら誰でもなるというふうに、まあ、これはね、お話できますけども、ただついてこれる人がどのぐらいいるかなってことですよね。やっぱり新しい企画をぶち立てたりとかね、それでいて普段の今までの暮らしも成り立たせていったりとかになるとかなりハードですからね。具体的に言うと、まあ、今やってる仕事を続けながら空いた時間で YouTube ってことになると結構きついでしょ。だから今の仕事を失うかもしれないぐらいの捨て身でやらないと YouTube は伸ばすことができないってことですよね。はなりうまさんもきっとですね、まあ、お仕事を私と知り合った頃はしてたと思います。どっかでお仕事されてたと思うんですけども、それをやめて今は YouTube を中心に活動してると思いますしね。結局そういう風になるんだと思います。本業意識を持たなければできないということかなと思いますね。それがまあ今回の、前回のお金の勉強のちょっと補填になってきます。まあ、どこに集客したいのかですよね。自分のサイトに集客したいわけであって、自分の勤めてる会社とかお店に集客したいっていうのは、まあ、思ってないと思うんですよね。はい、それで今回なんですけども、今回決済のことですよね。決済といえば、現金で何か商品やサービスを手に入れることが決済のスタートになってくると思いますけども、例えばね、PayPayってのを使えますかってことだったりするんですよ。ね、PayPay 祭りっていうのも定期的にあります。PayPay を使って決済をすると、ものすごくね、現金に比べて自分のお金の影響力の幅が広がるんですよ。だって PayPay バックがあったり、T ポイントがついたりするわけですからね。だから PayPay を使いこなすことによって、世の中、マーケットも PayPay 使えますみたいな店舗がすごく増えてるわけですよ。だからそういう意味でも、世の中の、まあ、PayPay が使えるところが膨らんでいるところに自分も合わせていかないと、この上昇気流に乗ることはできないと思いますんでね。むしろ現金を使うっていうのはどんどん限界が訪れてます。現金の市場はどんどん縮まってます。だからいつまでも現金しか使えないようでは儲けることはできないってことなんですよ、ね、スーパーに行ってもその今カードで決済するんですよね。カードに現金をチャージして、チャージした瞬間に何パーセントかもらうとポイントで、そのポイントも買い物に使えると。で、買い物にカードを使っていくと、プリペイドカードとか使っていくとポイントが貯まっていって、貯まったポイントでまた買い物ができるってことで、実質的に割引効果を受けれるのが現金で払わない方法なんですよね。あとね、レジに並んでいて思うのが、お年寄りの方に多いんですけども、こう現金で払うのはいいんですけどね、会計の1円単位まで丁寧にこうやって小銭で払おうとしてて、結果レジの方も並んでる方も時間をものすごく駆逐されているって現象がありますんで、自分の時間も大切にするために、特にね、お年を召してくると残りの時間少ないですから、時間を大切にしないといけない。そして他者の時間を大事にするためにも、決済手段にはやっぱりこだわっていかないとお金は稼げないということになります。なぜなら時間がそのものがお金だからですよね。はい、それでですね、スーパーのポイントカード、 PayPay にもありますけども、やっぱり暗号通貨もそこそこ使えていかないといけないのかなと。それこそ毎日暗号通貨の何がしかの決済をするようになれとは言いませんけども、意識を向けて暗号通貨の金利差とかね、価格差ってものが感覚としてつかめるようになっていくぐらい、毎日毎日見ていかないといけないのかなと思います。世の中にはいろんなお金の支払いの手段があります。現金もそうですしね、クレジットカードもそうですし、プリペイドカードやペイペイってのもそうですよね。暗号通貨って支払い方法もあるかもしれません。まあ、暗号通貨は若干まだ払いかな早いかなって思いますけども、どうやって暗号通貨で払えばいいのかってことは先んじて今はね、体得しておく必要がお金のプロにはあるんではないかなと思います。で、大いにね、お金のプロであるって自負を持っていただきたいと。ここで、いや自分はまだまだですよって謙遜するのは、これね、美徳でも何でもないんでね、任しておいてくださいって言えることでなければやっぱ次の世界にはいけないと思うんですよ。もしですね、何がしかの自分自身の数字が伸び悩んでるとしたら、このね、悪しき謙遜が足を引っ張ってるとしか言えませんね。やっぱりね、いやどうですかねっていうふうに考えてしまったりとか、妙な謙遜してしまうよりも、もうとりあえずね、自分についてくる人がある以上任しとけって言えることだと思うんですよ。それはプロの条件だと思いますよね。お金をとにかく預けるわけですから、その人がね、自信がなくって、例えば A さん B さん C さんっていう、まあ、師匠っていうかね、お金について何か物を垂れてる人がいるとして、 A さんのところに行ったら A さんはちょっと自信なさげだったと、謙遜も取り越してちょっと臆病になっちゃってるんじゃないかなっていうところと、でもよその景色を見れば B さん C さんはもうね、自信を持ってね、いや任しとけば稼ぎやすくやれるよみたいな感じで、半ばはったりに見えるけども、きちんと活動してる方を見ると、あれ、あっちの人の方が良かったかなと思わせてしまうところもあるかもしれません。そうなんですよね。お金に悩んでる方って、一子相伝をしてるわけじゃなくて、いろんなところを掛け持ちで学んでいってね、こっちにしようかあっちにしようかって悩んだ上でこっちに
部を進めてくれたりとか、そこの商品やサービスを購入してるんですよね。その時にしまった、向こうの方が良かったんじゃないかなって思わせる要因は何かっていうと、謙遜しすぎることなんですよ。謙遜が過ぎることなんですよね。もちろん頭をね低くするってことは大事なんですけど、それは他者に対してすることであって、自分の、コミュニティに対してはそれをしすぎると害になるかなと私は考えてますね、うん、で大きなことが言えるようにやっぱり自分も目指すところをね高くにしていかないといけないのかなってところもありますね。さあ、お金の勉強ですけども、今回は決済の手段を多く持てっていうことになります。どんな決済の手段も扱えることがお金に長けていることだと言えますし、その決済の手段をやっぱ指導してあげれるようなね、そんなお金の扱い方のプロフェッショナルになっていくことかなと思いますね。で、あくまでお金のプロなんて自分がそう思えばいいだけなんでね、自分がお金のプロだと思えない人がビジネスをやってるっていうのもまたこれおかしい話になりますから、金をね稼いでる以上は任しとけでいいかなと思うんですよね、はい、で私の場合は実績もねそこそこついてきてるところもあるんで、大いに自信を持ってこの暮らしを手に入れた私がプロでないとはとても言えないだろうというところはあります。ただしまだまだ私がね、踏み込んでない領域がありますから、油断することはないですしね、もっともっと追求しないといけないところあるかなと思います。現在は追求ではなくて地盤固めをしてますんでね、ちょっと数字は伸び悩んでおります。私もね、ただ伸び悩んでいるというよりも、ここで数字が逆に落ちないように固めていくところも必要ですんでね、しっかりとやらせてもらっているところかなと思いますね。はい、ということでございました。今回はそんな感じで決済手段についてちょっとお話しましたね。決済手段たくさん持ってますか、使えてますか、教えてますかってことですよね。これがお金の勉強、避けて取れないところだということでございます。